お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらのスケラフリーズデッキをね使っていきたいなと思います。さあ遅延スケラの普段はポイズンの枠がフリーズにねなった方なんですけども、でそしてねナイトではなくてバルキリー型ということで、マルチの上位でこのデッキの人がいたので、はい、今日はこれでやっていきたいと思います。でボムタワーもゴブリンの檻だったり、結構まあ最近だとゴブリンの小屋、僕は結構おすすめしてますので、ぜひね、まあ、なんかユニレベとかと相談したり、いろいろね変えてみてください。なんかね昔はねもうこの遅延スケラのフリーズポイズン型とか、もうタルババを抜いた、まあ、タルババの枠が今だってこれだったらポイズンかのもう スケラフリーズとかも僕よく使ってたんですけど、でもなんか昔はそういうのがね当たり前にいたんですけど、今じゃもう全然見なくなりましたね。さあなんかエッサが降ってきましたね。ありがとうございます。さあザップミニペで、まあ端前からゴレを、あゴレっていうかミニペッカー出すってことはもうゴレかスパーキーか、まあそういうね大型の2択だと思いますけどね。さあ2択でもこういうデッキにはもうスケラ打ってあげてね、ああもう最悪最悪最悪、もうなんか一番違うまあガゴ群れでしたね。ガゴ群れとで、まあ、僕は一応フリーズがあるのでフリーズ防衛をしつつ耐えていきたいかな。でこれボムタワー置くのは正解だったのかすごい悩むが、置かなきゃ詰んでたので、でまあ耐え、あー出た、とりあえず、あーもうやばいっすね、やばい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 、マジで、いやでも耐えれそう、いやなんなら耐える、あーでかいっすね。さあさあさあ、まあスパーキーミニペガゴムレット、まあ、これは勝ちたいですね。おおおおもうめちゃくちゃ縛っとるやんっていう、まあ、感じなんですけども、ケツスパーキーかなーこれは。さあガゴムレが若干厄介ではあるが、ケツスパかテスラ、いつの人テスラなんてことある。これまあバルキリーやってもどうせテスラでいかれちまうんで、フリーズ構えるがザップだけとかなのかな、これ。ああザップだけ、いや結構いい防衛しますねそれは。さすがにガゴムレは取っておきたいが、まあまあボムタワーとトルネフリーズあれば耐えれると思いますね。耐えれると思うけど耐えれるかは分かりませんよしよし、アイウィズトルネフリーズですね。まあ10個さればいいっていう。あボム壊されるのは嫌だ。よいしょ。さあアイウィズの、あボムがここであると本当は理想だったんですけど、まあフリーズがねスパーキーにちょっと強いですね。強いのかは分からんけど他のユニットが残るんでね。で一回まあファイブあったのはな嫌だな個人的に。すげえ安ねファイブが、ファイブ削りをされちゃうんで、まあファイブ4周かな。まあザップと合わせると分かんないですけど、そう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 、あおしゃれ、僕の板オシャンティーですね。なかなかさあスパーキーじゃボムは打ってくれるのかな。うい危ねえ。さあこれは残ったトルネフリーズ説、いやフリーズしてからのザップを使ったような相手、ここでトルネでうーんナイス。さあグッドゲームというわけで、いや結構危なかったなあ、まあ、序盤に一回スパーキーに対して攻めたからそれでなんかピンチになってましたけど、もうちょっと防衛しとけばよかったかもしれないですね。なんか序盤に攻めるとコストが1枚2枚、コストがというかその後の相手の攻めを1、2枚しか出せなくて守れなくなっちゃうので、まあ後半だったらね、多分さっきのいい攻めだったんですけど、序盤からやってしまうとっていうのがね、まあスケラデッキなので本当に序盤はスケルトンラッシュを打たないっていう立ち回りが、まあ最安定といいますか、まあ事故らない立ち回りではありますね。てかまあフリーズなんでずっと守るっていうのも結構大変なんですけど、ポイズンだったらこう相手のマスケットとか、まあ、エレキとかマジアジアとか出たら徹底的にポイズン徹底で前半を乗り切るとかもあるんですけど、まあ、フリーズだとそこもちょっと変わってきそうなんですけど、まあ今ゴレとかが大型が多いんで、大型って結構フリーズ、まあ、スケラフリーズに今弱いイメージがありますね個人的に。まあ、なのでフリーズだと思うんですけど、まだバルーンもいるので施設取るねがバルに優秀だよねっていうところで、
さあ、今回相手は何も出してこないので、とりあえず、まあ、5例かな。何も出してこない、イコール5例みたいなところありますね。5例かスパーキー。うん、ラバだったら最初動いてくると思うので。で、このね、最初に、なんかバルキリーとか欲しいですよね。なんならスケラとかも欲しいですけど。まあ、一旦相手がケツゴレしてきたら、アイズベビーで、ウッドマジ意味わかんねえっすね。ウッドで待つなんてことある？アイウィズでウッド、やばいっす。クロスっすよ。クロスで待つってやばくないですか？もうなんか、イモってるロケで削って勝つよって言ってるようなもんすもんね。遅延クロスっすね。さあ、ワンチャン始まりテスラ来る。いや、今の回。あ、来た。ウスケラ打ちてえな。フリーズ相手絶対ちょっときついと思うんすね、このデッキ。いや、バルキニーだけ行くなよ、お前。いやー、まあまあまあ、まあまあ入るな。しかも、ウッド裂いたからワンチャリ。よしよしよし、ウッド裂いたんでね。あー、まあ、バレたらやばいな。フリーズがバレたらやばいな。うん。まあ、とりあえずギリ耐えれそうではあるが。あのテスラはやばいな。一回後ろから行きつつの、あれ壊しますね。マジ、テスラやばいんですよね。ね、始まりないと。いや、今の回。いや、これ、バレキリやばいな。緊急起動されてしまう。スケルった方がいいかも。いや、お前。アイビズ出すんかい。ときたら、フリーズは、一回待っても良さそう。結構入るな、でも。あ、相手あのクロスさ、当たらんくね？いや、僕の知識が正しければ、あのクロスは当たんない説がある。当たんないが防衛クロスとして残られるのもだるいので。よしよしよし。あれやってんな。いや、でもなんか邪魔だな、あれ。あんななんか邪魔なことある。これ邪魔っすよね、だって。トルネで壊します。さあ、イビズでプレッシャーかけて。よしよし。まあ、ブッパですね。これナイトとかバルキリーが結構硬いので。よし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 。いや、耐えれば全然あるぞ、これ。これベビーで勝てるかな。いや、ベビーで勝てねえな。このドラゴンは生贄になるな。いや、でもタイブレイクで勝てそう。いや、多分タイブレイクで勝てそうって言ったら僕負けるんで、よくないです。打っとこい。よしよし。いや、ボムタワーが強い。アイウィズの遅延も強い。よしよしよし。いや、これバルキリースキラーしたいな。マジ、バルキリースキラーでいいと思うんですよね。絶対できついと思うんですよ、これ。普通に。竹取ったら。フリーズもしてえな。フリーズしちゃっていい。トルネからのウッドか。いや、ウッドを使ったな。いや、結構入るぞ。いや、神の許容か、これは。さあ、来るぞ。いや、でも、同じサイドだな、ずっと。で、これ、一回ちょっと低めで、耐えます。よしよし、一回時間稼ぎして。よいしょ。さあ、逆来ますね。これ、逆来るなら、もうこっち行っちゃっていい。こっち行っちゃって、もう逆とか、そういう余裕ないよっていう相手に。で、ここでちょっとフリーズで防衛します。よし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 。いや、めっちゃいいスキラー、多分あれは。で、よしよし。いや、こうなればもう、もう僕はでもあと、置くだけ。で、一応、これないとちょっと邪魔なんで、下げたりしつつの、フリーズとかで耐えます。よし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 、来た！いや、これに勝てるのはでかいな。で、単体スキラー打っとけば、相手は絶対ね、守んないといけないでしょっていうさ、スケを引きたいね。ナイス。さあ、グッドゲームですね。まあ、でもこれも、まあ、ポイズンだったら、ポイズンでもまあゼロではないですね。全然勝てないこともないですけど、まあ、フリーズだからこそ、まあ、戦えるっちゃ戦えるけど、戦えないっちゃ戦えないっすよね。フリーズなんで、よりこう、攻めでは優秀になるんですけど、逆にこう、相手に攻めクロスとかテスラめっちゃ立てられたら、全然もう、序盤からポキッと折られちゃうこともあるので、まあなんかね、もう何とも言えないですけど。今のはフリーズがすごい活躍してたんじゃないかなと。お前さ、よろしく。まあ、テヨタがこういうことはよくあるんでね。まあ、トルネとか使って回したいですよね。てか、まあ、これは、置いちゃおう、ボム。まあ、こういうデッキあるあるですからね。ほんと、普段だったらポイズンが打てるんですよね。まあ、なので、ポイズンの方が安定はするっていう。ポイズンじゃないので、まあ、こうやってね。ボムとか置かないといけない。で、もしかしたらバルーンですね。いや、マスケバルーンだったらいいな。バルーンだったら、
流れはなんか悪くないし、相性もなんならそんな悪くなさそう。やバルーンですね、これ高めますけ絶対いけますよこれ、うん、よいしょ。さあ、まあトルネ使っちゃったんですけど、この形が地味ウザじゃないですかっていう、うん、過剰だったですねでもホグなんかよお前、今どっからどう見てもあっちでしたね、ボムターバルーンだった。さあこれは、はい、一発も入らない、でかいで、ナイトマスケ、じゃクエイクウッド雪でしたね、クエイクウッド雪だな、もうマスケ型か、まあ、マスケさえ、相手のマスケさえ僕は攻めトルネとかで引っ張って処理してしまえば、相手ベビドラがマジで止まんないと思うんだね。で僕としてはもう前半にホグを近畿としたいですね、トルネで近畿としてしまえばもう勝ち確レベルですね。まあなんならこれマスク冴えてからベビドラスケラとかもいいと思うんですけど、まあ序盤にやってしまうと逆にピンチになるっていう可能性もありますねまあだがやる男さあ、いやめっちゃいい防衛してくんな、スケラがいい脇。さあどっちにホグを流してくる、これだな、絶対ホグ来るんで下げます。いやめっちゃいいタルババで、さあノーダム近畿道、うわ待ってめっちゃうまい、それはいやめっちゃいいマスケ、さすがにさすがにめっちゃいいマスケ、これちょっとタゲを変えたい、よしよしよし、いやあぶねえ、さすがにいいマスケすぎるっすね、今のはやばいっすね。まあさすがと言いたいが、まあまあこれちょっとフリーズ使ってもね、耐えちゃおう、やっぱホグのダメージ入れないこと大事なんでね。僕あと2300はスケラ打てば大体は入るので。一回もらおうかな。てかまあ右側僕は狙ってもいいかもっすね。この相手がこっち側を攻めてくるので。さあ。こういうのも打っていく。攻め取るのでちょっとやりてえな。アイウィズ頑張れ。アイウィズ頑張れ。アイウィズの範囲で、いやクエイクウッドが強いんじゃ、マジで強すぎるんじゃあれ、やべえなマジで強すぎ、笑った本当に鬼強いが、さあいやもう一回耐えるか、僕は右引きこもりたいんですけど、相手のこのクエイク削りがやばいっすね、マジでやばいが、よいしょ、いや本当にやばいっすよねこれいやマジ化け物クエイクの削りが300ぐらい持ってかれるんでね、いやしかもマスケもちょっと強い、もうフリーズしてやばい化け物並みに、これちょっと綾のマスケを引いてしまえばみたい、うわやばい、めっちゃ強いじゃんクエイク、これ終わったかもしんないですね、ちょっとさあこれ一応タル転がして、いやでも相手はクエイク防衛をしないといけないと思うんだけど、クエイクも2シュートウッド雪ウッドなんかぐらいですかね。さあちょっと攻めとるんですっちゃ痛いよな、マジマスケだけやれれば、いやれた、マスケだけやってさあフリーズして、いやマジで、あこれフリーズなことによってフリーズなことによって相手のマスケット重視がね、あこれもうクエイクが297す、フリーズなことによってさてはマスケットを処理できなくて逆にみたいな、うん、まあ相手が上手いのもありますけど全然通んないですね。まあポイズンだったらマスケは毎回ポイズン打ててみたいな感じで、まあそんなサイクルになると思うんで、まあ、逆に今回の試合ではポイズンの方が良かったっていうのはあるかもしれないですね。さっきはまあフリーズで良かったみたいな。まあそこはいろいろね、やっぱ試合によってあると思うんですけど、さ、アイスピー。で、まあ逆サイにもっとベビドラスケラとかでも良かったかもしれないですね。マスケと正面対決したかった気もしたんですけど。さあ、ゴブリンとアイスピーはファルチホグかな、バルキリーファルチのホグとかかなとも思ったんですけど、まあこのフリーズもなかなかヤンキーかもしれない。もしかしたら今日はね、やんちゃかも。アイゴレ？コウモリ？ゴブリン？まあ、バルーン。いや、ラッキー。なんかバルーンっぽい顔してましたよね、非常に。しかもこの位置は、ボムが殴る。ワンチャン雪玉とか来てくんねえかな、これ。さあ、これキング起動していく。
さあ今回の対戦だったらバルーンですね。いやしかもキング起動したんで、まあ、めちゃくちゃでかいですね。美味しい、これはめちゃくちゃ美味しい。でさあコウモリ、いやでも回転がやべえ、え回転ぶっ壊れだろこれ、回転がやばいですね。まあ、でもこれフリーズで耐えます。こんにちはって。でここのタイミングのフリーズはあのバルーンがめちゃくちゃこう下までタワーギリギリまで来てるんで、このキングタワーがね今攻撃してくれてたんですね。まあ、なんでまあ爆破は入ってしまうんですけど、まあ、バルーンは確実に入れないためのまあギリギリのね、まあ、なんかディガーもなんか来ましたしね、いいフリーズになりましたよと。とりあえずタルババ転がしていきます。さあ来ますね。あ、まあ、次今来たらやべえっすね相手無限に来るっすね、バルーン無限バルーンデッキですね。まあ、とりあえずここでこの位置のボムタワーでしっかり逆サイからも攻撃してくれるし大丈夫ですね。アイグルハンターゴブコウモリの高回転バルーンですね。ディガーもいましたね。いやここ初めワンチャン勝ってもいいけど、タルババでハンターは処せそうだし、いいや、よしよしよし。さあまあ問題はいつ攻めようかなっていう、間でゴブリンがいるんでね、それがちょっと嫌っすね個人的に。まだ回転が早いの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 、いやこれ多分ね使ったらやばい気がするな。一発ちょっと許容しちゃおう。いやベビー使ってよかったかな。相手が左来るか右来るかがちょっと悩み。これもスケル打っちゃって、さあディガーのダメージですね僕としては。フリーズ打ってバルーンを抑えて、オッケーオッケー、フリーズしたことによって結構ダメージ入ってる。だから今トルネモ施設も抑えて結構サイクルが遅れてるので、ここが怖いですね。早めにもうアユズ展開してちょっと警戒しときたい。いや今の回、いやで裏にディガー、いや裏すぎた、いやまあまあまあ、そうそうそう、いや1回目耐える。次かな、でもトルネガーもあるしな僕で。端前ベビドラスケラはあのハンターが来るんでやめた方がいい気がする。ディガー、いやこれタルババスケラでいいな。でゴブリンが来る、あれフリーズしていいけどな、フリーズしたいが、しなくても、いや、なんなら結構入ってる。うわー、やばい。怖いよ。怖い、めっちゃ怖い、めっちゃ怖い。D が拾えないってやばいっすからね、僕。いや、これは、スケラフリーズ単体説。いや、バルーンの爆破入らないこと祈って。よしよしよし。いや、ゴブリン。やばいやばい。んだらま来たー、危ねえ。あーもう死にそう死にそう危ないですけど、危ないですけど、まあ、回転マジで速いですね。ああいうのに本当についていけなくなる、まあ、怖いですけど懐かしいな。なんかみかんさんとかが使えそうなね、めっちゃ高回転なバルーンですね。さあよろしく。いやこの人はねペッカバルーンか、ペッカバルーン説ある。ペッカバルーンだったら、まあ、ボムトルネでバルーンは止まってペッカ受けがしんどいぐらいですかね。なんでペッカには防衛スケラして耐えていきたい。なんかこの前ケツペッカしてとか思ったら全然違ったな。まあ、クエイクだったら、あ、ロイフグですね、ババとロケット星が出てくると思いますね。あ、そうですね、ロケ砲のロイフグと、あのロケ砲マジで厄介なんで、もう先に処理しちゃいます。で、ババがいますね、ババ。で、ババとソロイフグのスケヒースピのクエイクウッドとかかな。ウッドか、まあ、デリバリーがありますね。まあ、ハンター使ったなら、これ、もうベビドラスケラーだけで相手絶対きついっすね。まあ、きついんですけど、まあ、ババかな。多分、ババで普通に止められはしますね。スケラーに。まあ、なんですけど、打つだけ、打っていいはいいと思いますね。あ、ロケは嫌だな。一発？まあまあまあ。うわぁ、強火力。で、まあ、バルキリーなんで、今回、相手の、僕は相手のね、いや、これ、アイビスに打ってくんねえかな、ミリ残り。いやー、キング起動でけえ。これはでかすぎる、さすがにでかい。これはもう勝ったな。ボムとバルキリーやって、さすがに負けたくはないけど、このクエイク削りと、まあ、あとあれですかね。いやこれいらなかったかな。
いや、そっち行くな、ブタブタ。クエイク削りと、まあ、あとはスケラに対してババを使われるとあんまダメージが通らないんで、そこで負けるのが怖いかなぐらいですね。ハンターあるので、うん、ケツベビあんましたくないけど、バルキリーもなんかあんま避けたくないな。とりあえずイモリましょうか。相手クエイクなんで、僕のアイウィズベビーとかはこの辺の僕の陣地にいるユニットはね、最強なんでね。さあ、おー、なんか来そう、すごい来そうだったね今。いや、タルババで引いて、いや、バルキリーナイス、いやー、ロケホームナイス。これはもうハードカウンターじゃないでしょうか。いや、なんならベビドラとかも追加して、あ、ウッドに今タゲ外しましたね。相手うまい。で、ちょっとあのロケホーはさすがに厄介なんで、いや、これベビーが入る。いや、バルキリーも入るな。いや、これバルキリー入る。え、来た、カミリ。さあ、いや、めっちゃいいなこれ。しかもさっき相手初めてウッドで、あの、タギを外してたんで、ここでね、ウッドがないとなると、めちゃくちゃきついよね。さあ、いや、さすがにボムとバルキリーはさすがにね、ロイホグからしたらまあ地獄かなというところで、まあ、トルネもあるんでね。さあ、勝ちましたね。いや、いいフリーズが決まりましたね。今ポイズンだったら、別にポイズンでも全然勝てないことないですけど、これは。まあ、ババを溶かすことはできるけど、まあ、フリーズの方がさっきみたいにワンパンで持っていくっていうことができるんでね。まあ、そういう部分では僕はめちゃくちゃフリーズね、まあ、好きなんですけど、というところで、さあ、ぜひね、この遅延スキャラのフリーズ型もね、皆さん使ってみてくださいというわけで終わります。よければチャンネル登録、高評価ね、コメントともよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。